フォードオーバルデザインとは、1996年発表のフォードトーラス、フォードコントゥアなどで、フォードモーターのスタイルテーマとされたデザイン。楕円のグラフィックを内外装に採用したことが特徴である。これは、フォードのトレードマークが楕円であることに基づき、自社の車にもアイデンティティとして楕円のグラフィックを採用したものである。1993年に発表されたフォードプローブの トランクエンドからテールレンズにかけて楕円のオーブが設けられており、これがオーバルデザインの走りとみられる。その後1995年に発表されたフォードエクスプローラー及びフォードフィエスタにて採用の幅が広がり、1996年発表のトーラス及びマーキュリーセーブルは外装のみならず内装にも大胆にオーバル形状を排したデザインを採用して話題となった。 同年に発表されたコントゥアも、ライトやグリルなどにオーバルデザインを目立つ形で採用している。その後、フォードモンデオも1996年にマイナーチェンジ、した際にフロントグリルにオーバルモチーフを採用するなど、フォード車全体にオーバルデザインは波及していくが、デザイン的に未消化のままオーバルデザインを適用した例や、消費者からは不評の声も、 多く聞かれることとなり、このオーバルデザインは最終的に失敗に終わった。その後フォードはニューエッジデザインと呼ばれる新しいスタイルテーマを採用し、一定の評価を得ることに成功した。ありがとうございます。